はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッチでございます。もうすぐ6時でございまして、今日カメラがですね調子悪くなって、多分マイクではなくてカメラ自体のですね音声がですねなんか急に小さくなったんですね。まあまあ寿命かなと。なんせね、このカメラだけでもどうでしょうね、5000本ぐらい撮ったんちゃうかという感じですからね、あの動画を。まあそれくらい撮ったらしゃあないでしょうね、そんな安い中国製のカメラですからね。はい、ということでですね、PC のカメラに変えてですね、やっております。ちょっとだから音声がね、いつもと違うかもわかりませんが、こう試行錯誤をしながらやっていきたいなと思います。ザクザクでございまして、9月26日ですが、今日をですね、栃川達夫、永田町霞ヶ関インサイドということで、年内の衆院解散総選挙は 60%、 立民を筆頭にした野党の手たらく、岸田首相が見逃すはずがないというタイトルでございまして、10月4日、岸田文雄政権は発足2年目を迎えると。岸田首相は先立つ5月22日深夜、国連総会での一般討論演説などを終えて、政府専用機で帰国した。そして、米ニューヨーク滞在中の20日夜、セントラルパーク真向かいのパークレーンホテル内で、パークホテルでの内外記者会見で、先送りできない問題に一意専心に取り組んでいく、今はそれ以外のことは考えていないと述べ、衆院解散について報道各社から否定的と報じられた。うにゃうにゃうにゃといきます。これね、記者何を考えてるかというと、一日にでも長く総理大臣をやっていようと思ってるわけですね。まあ大体総理になった人はみんなそう考えるそうなんですけども、で、とりあえずでこの先のスケジュールはですね特にないんですよ。日本国内ではもう選挙ないんですね、大きな選挙はないわけです。で、衆議院のですね任期はまだ2年残っています。で、参議院選挙は2年先までないということですね。で、地方選挙もですね今年の春にやりましたからもうないということですね。あとはちょっとしたら都知事選挙があるぐらいで、都知事選挙はあんまり自民党関係ないですからね。取り返したいのは山々ですけどもですね、小池の番がどうするかっていうのもありますし、あんまり関係ないというか関係ないんですね。まあそんなところですね、都議選があるのかな、都議選が来年あたりあるんですかね、なんかそんなんです。まあそれはいいんですけど、そうなるとですね、来年の9月にですね自民党の総裁選挙があります。これは自民党の党内の選挙なんですけどもですね、これでですね党総裁に再選されなければですね、総理大臣も続けられないという決まりですね。自民党の総裁が総理をやるということになってますから、で自民党の総裁になれない可能性っていうのはもちろんあります。要は違う人が自民党の総裁に選ばれるということですね、十分あり得ます。で、岸ちゃんはそこで再選をされたいと、でもそこで再選されるためにはですね、岸田総理、岸田おろしがですね、起こってはいけないわけですね。で、今ですね内閣改造をやったんですけども、これはまあどっちかというとですね、派閥均衡のですね、まあ派閥が出した名簿に沿ったですね、まあ大会一掃みたいな、一掃されてないんですけど、まあ順繰りにですね大事にしてたという感じでして、まあ仕事をするというこう感じではない内閣ですね。で、この春ですね、このまあ来春っちゃうわ、秋、まあ秋なんですけどね、来月に、臨時国会が開かれますから、臨時国会の場でですね解散があるんちゃうかというふうに言われていますけども、普通はやるでしょうね、ここでやらなければ来年の6月ということになります。あの政治日程上ね、一番波風が立たないというのはそのあたりでございます。
来年の6月もしくは4月あたりですね。で、選挙をやってね、総選挙をやって勝った場合はですね、岸田強くなるんですね。ところがですね、来年の9月になった時、それまで総選挙をやらなかった場合ですね、みんながどう考えるかというとですね、岸田で勝てるんかと思うわけです。国会議員たちっていつも言う通りですね、一つのことしか考えていない。日本がですね、よくならなければいけないとかですね、国民の生活がどうのこうなんてもう3の次なわけですね。彼らの考える第一のことは次の選挙に自分が上がるということなんですよね。で、彼らはそれしか考えていませんから、自分がですね、もう一回当選するためにはですね、自民党の総理総裁が誰でなければいけないかっていうのを考えるわけです。もちろん自分の派閥のボスであるのはいいであればいいことなんですけど、他派閥のボスであればですね、あいつで俺は受かるんかって考えるわけですね。いや、むしろこの違う人を挙げた方が俺は受かりやすいんちゃうかと考えれば、その違う人を押すわけですね。そういう構造になっております。で、来年の9月の自民党の総裁選挙の時にまだですね、岸ちゃんがいて、岸ちゃんが有力やという時にですね、いや、ちゃうでと、実は河野太郎の方がええんちゃうかとか、高市さんの方がええんちゃうかとかいう人が多くなればですね、そっちになってしまうわけです。ところがですね、その前に選挙があってですね、自分を受かっていればですね、まあ、岸田でええやんと思うわけですね。だから総裁選挙の前に総選挙をやってですね、受かった人だけで自民党の総裁を選ぶのと岸田選ばれやすいと、そういう理屈になるわけですね。ええやん、岸さんで、俺が良かったし、みたいな。なんでですね、一番いいのは来年の6月頃なんです。にですね、やるとですね、一番岸さんが受かりやすい。そこで勝つとね、勝てれば、来年の6月に勝てれば、それが一番岸さんとしてベストなんですけど、岸さんですね、時間とともにどんどん、あれです、支持率を下げてるんですね。で、なんであの人はですね、時間とともに下げるかっていうと面白くないからなんです。全くそのですね、何言ってるかよくわからんしですね、面白いこと言わないし、露出すればするほどこのおっさんおもろないなという印象をですね、世間に振りまくわけですね。ということは時間は彼にとって敵なわけですよ。であればですね、まだですね、今であれば野党の準備は整っていません。立民もですね、まだ準備不足なところがありますから、今やろうやないかという判断になるのではないかというのがこの記事ですね。で、しかもですね、解散総選挙をやればもう一回内閣改造ができる。ただ今ですね、この前大臣にした人たちってあんまりよろしくない人がいっぱいいるわけですよ。まあ、大会一層で、それをですね、あ、ごめんねって一回大臣だったらええやろ、もっとたとえ2ヶ月でも3ヶ月でもですね、大臣だったらええやそれでって、もっとなんたら大臣って言えるわけですから、それでね、その人はええやろっていうことで、次のですね、本当に仕事をしそうな人をですね、こう内閣にこう呼び込むということもできるわけですね。まあそういうメリットもあるんで、やるんちゃうかという気がします。いろんな憶測出てますけどね、岸さんって ああいう面白くなさそうな風に見えて、実は人を驚かすのが好きなんですって、ね、だから飽きあるんちゃうかなという気はしますけどね。で、10月来月からですね、インボイスが始まります。で、これでですね、要は年商というかな、フリーランスでですね、年商1000万以上の人って、これはかなりの数に上ると思うんですけど、大体どうでしょうね、フリーランスで仕事をしている人の9割ぐらいは1000万いかない人ではないかなと思うんですけど、彼らがですね、その困るわけですね、非常に困るわけでして、で、こう痛みを感じ始めるのがですね、12月とか来年の1月、確定申告でものすごいそれが分かるわけですよ。それまでにですね、総選挙しないとですね、支持率下がる一方ですよ。で、今後彼の支持率が上がる材料なんか何にもないですからね。
あのサミットの時は最高の時でしたね。あの時やっとるよ。いや、あの時しか、あの時以外にチャンスはなかったんちゃうかなと私は思うんですけど、もう今やったら多分相当ですね、上がってこれない人がいるんちゃうかなという気がしますね。もう完全タイミングは逃しています。だから遅ればせながらってこの秋にやるんちゃうかなと私は思いますけどね、実際はどうか分かりません。このザクザクのですね、サイトを一応貼っております。皆さんどうもありがとうございました。